山口翔吾は神奈川県秦野市出身の元プロ野球選手。左投げ左打。NPB では育成選手であった。小学4年時から地元の少年野球チームホワイトスネークスに所属し野球を始める。秦野市立西中学校では軟式野球部に所属する傍ら2年時に出場した K ボールの全国大会で第3位。 立花学園高等学校に進学すると自宅から通える距離だったが練習に打ち込むため、寮生活を始める。甲子園出場経験はないものの、1年次から主力として活躍、2年次からはエースとなり、春季大会では横浜校のスラッガーであった筒子義友を呼んだ関本体に打ち取るなど力をつけていった。2010年10月28日、 プロ野球ドラフト会議にて、千葉ロッテマリーンズから育成2位指名を受けた。プロ2年間では、2軍で3試合の登板にとどまり、2012年10月7日、戦力外通告を受けた。新潟アルビレックス BC 時代2013年2月18日に、行われた BC リーグドラフト会議にて、新潟アルビレックス BC から指名を受け、入団が決定した。 2015年11月2日、現役引退、同級団フロントスタッフを務める。ありがとうございます。